ルジャズの皆さん、ありがとうございました。いやジャンルジャズ、感情のこもったとっても温かい作品でしたね。それから見させていただいたのですが、ダンサー一人一人の表情とっても素敵で、心がポカポカしました。そうですね、紫の花が散りばめられた白いワンピースもこの作品にとっても合っていて、美しくて素敵でしたね。さてさて、ついにスムースステッパーズ祭りパフォーマンスも次で最後の作品となります。今日の祭りに向けて約1ヶ月半、どの作品も気合を入れて練習してきました。ここまで楽しんでいただけたでしょうか。スムースステッパーズ祭りパフォーマンス、トリを飾っていただくのはジャンルヒップホップです。ヒップホップとはと言いたいところですが、今回は割愛させていただきます。これから始まる作品を見てください。そしてヒップホップいいなと感じてくれた方は、帰り道にぜひ歴史などを調べてみてください。知識はヒップホップの一要素ですし、ダンスやヒップホップの歴史って意外と奥が深いんです。それでは MC コメントを読ませていただきます。今回の作品には、私たちの思うヒップホップのかっこよさや自由さ、楽しさ、魅力を詰め込みました。音楽やファッション、ダンスはもちろん、一人一人がそれぞれの音や色、ヒップホップの要素となって、溢れ出るヒップホップを感じていただけたら嬉しいです。この作品が皆さんとダンスやヒップホップとの新たな出会いのきっかけになりますように。振付師からダンサーへ、大好きなみんな、ついに祭り初日だね。まずはスムステにいてくれて、祭りに参加してくれて、ヒップホップを選んでくれて本当にありがとう。24人全員で今日を迎えられたことが心から嬉しいです。どんどん輝きを増していくみんなの姿がとても眩しくて、練習や投資のたびに心を動かされていました。最後の祭りステージで、大好きなヒップホップを一緒に踊るメンバーが、他の誰でもないみんなで本当に良かった。可愛くてかっこよくて愛しいみんな一人一人の存在が、私がここまで振付師として頑張ってこられた一つの大きな理由だったよ。今日もみんなが幸せいっぱいでありますように。そして観客の皆様にみんなの魅力がたくさん届きますように。それでは最後の作品、パワー全開で踊っていただきましょう。ジャンルヒップホップです。どうぞ。Tu viens quand je rappelle une fille, 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 une f
リコマポーダーシアボタポーダーシンカリポーダーミリコピソーマーミリテキソーマーシメトモンソメキッカーキキッ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 キ